部屋着全開でお送りしております。なぜなら今から私は、友達とですね箱根に行くんです。で今10時半、でちょっとパッパカパッパカパッキング動画を行っていこうと思います。今10時半でしょ。すぐ準備したい30分後には私は出発したい。でも今髪とメイクとは終わりまして、なんかね箱根せっかく行くのにちょっと雨降ってるんですよ。まあでも旅館自体がちょっと素敵なところに泊まるので、館内をエンジョイできるかなっていう目的なので、まあ雨降ってても問題はないかなと思うんですけど、星野リゾート、憧れの星野リゾートに泊まってきます。嬉しい嬉しいよ。なのでね一泊二日の旅行なので、ほんとなんか秒で終わるような気がしてならないんですけど、パッキング動画好きっておっしゃっていただけるので、ちょっとね軽く動画にしたいなと思います。今日こんな耳こんな感じです。エテのイヤーカフとヒロタカジュエリーのイヤリング、こっちは超シンプルななんたらダマスってところのねアクセサリーつけてます。はい、1泊2日なので、ほんとバッグはテレントートバッグで行こうと思います。ロンドンのビクトリア&アルバートっていう美術館で購入したクリスチャン・ディオールのバッグです。かわいい。ロンドン Vlog ぜひ見てください。ディオールの素敵な世界がご覧いただけると思います。で見ても巾着にですね下着と次の日の洋服詰めました。次の日のね洋服、ダズリンのこんな小花柄のトップスです。旅行の時はほんともう適当に畳んでキュッて丸めてもシワにならないお洋服が鉄則です。見てもこんな畳み方して巾着に突っ込んでも大丈夫で、足元はマーチンで行こうかなって思ってます。なので、翌日のね靴下もちゃんと持って、下着持ってキャミソール持ってって感じですね。最近洋服、白 T とか着る時のインナーについてのお話したんですけど、その動画では取り上げなかったこのインナー持っていきます。これですね無印良品のキャミソールなんですよ。でなぜこれを上げなかったかっていうと、結構着てるともうキュッてタイトなのね、かなり。なのでちょっとね着ててちょっときつい感じがするんです。気持ちなんか生地とかはすごくいいんだけど、すごくなんかね窮屈悪く言うと窮屈、着心地いいんだけどね。なので今回そちらの動画では H&M の方のキャミソールをあげました。これはもうちょっと大きいサイズ買えばよかったのかな、ちっちゃいサイズを買いすぎた。はい、これをポンとこれポンとします。で、雨なのでコテ持ってこうか迷ったんですけど、多分髪巻いても取れるなと思って、翌日はベレー帽でごまかそうと思います。ベレー帽はですね大好きなカシラのものです。これはベレー帽なんですけど、夏用の素材で、ちょっと朝じゃないんですけど軽めの素材になってます。はい、で旅行の時はやっぱりデニムかなと。ベレン、モナームというブランドのデニムなんですけど、結構コーディネート動画にもよく出てくる本当にシンプルな濃紺のデニムになってますね。後で履こうと思いますけど、このねストンとした形が今っぽくて気に入ってます。てかもう履こうかな、履かないとちょっと準備進まないあ、来た、履いてきましたこのデニムにパーカーっていうのちょっとね。で、はい、洋服もねさっきパパッと出しました。てれん、ユニクロのね購入品のコーディネート動画でも着ていた、ドットのシャツ、これをもう着ます。着たよー、着ましたよー。はい、こんな感じで、なんかね箱根なのでちょっとあんまり奇抜な格好もあれかなと思って、ちょっと自然に馴染むようなベージュカラーにしてみました。はい、この無造作に袖をまくるのがポイントです。なんかちょっとね
まあ、梅雨明ける前だからか肌寒さもあるんですよね。キャミソールをあえて見せてきようかなと思うんですけど、これもピーチジョンのすごく伸びが良くて着てても心地のいいインナーです。でこのね、ここは結構ぴったりしてるので前かがんでも あんま見えないところがいいんですよね。でそれにユニクロのドットシャツ羽織って、これまたこちらアクセサリーはスコットランドの Vlog もぜひご覧いただきたいんですけど、スコットランドで行った教会ロサリン、違うロズリン、あれなんだっけ、ロスリン礼拝堂のグッズグッズ売り場で買いました。グッズ売り場って絶対言わないね、教会のね、まあ、お店ですね。で新宿からロマンスカーで友達と行くんですけど、ロマンスカーとか最近結構ね、クーラー効いてることも多いのでカーディガンを持っていこうかなと思います。これはですね、アニエスベーのカーディガンです。アニエスベーの本当に昔からある定番のプレッションっていうシリーズなんですよ。このカーディガンが生地感とこのボタンの並び方によって私の憧れパリジェンヌっぽくなるんですよ。こんな感じで着てもいいかなと思いますね。でこういうシャツにカーディガン着るときはこの裾からこうやって出してこんな風に着ても可愛いんじゃないかなと思います。これ入れるじゃないですか。もうこれでもう一泊二日の旅行ってやっぱ簡単だな。わー、はい。そして、化粧ポーチはですね、これなんか一応ね、もう文字がほとんど見えないんですけど、まあ、ロエベの巾着に入れてます。高原堂の日焼け止め持って、MIMC のファンデーション、これでベースを作っていこうかなと。そして本日つけてるリップ、オサジ、最近好きなブランドなんですけど、オサジのリップ、このなんかシュアカっぽい、シュアカっぽいけど派手すぎない柔らかいシュアカ、これを本日の今回の旅のお供にしていこうと思います。あとは一面です。絵もなんかどんどん終わっちゃうんですけれども、あ、そうそうそう、あとこれは去年のエスティローダーのクリスマスコフレだったポーチ、このねショッキングピンクのレザーの感じが、ここの中に洗顔とか洗顔ネットちょっとでもなんかこれ一応ディズニープリンセスのプリントなんですけど、エジプトの壁画みたいな状態になってるけど、でこの中に、大好きなカバーマークのクレンジングミルクの、これ大きいの買った時にたまにミニサイズがついてくるキャンペーンやってて、それと高級品ドゥラメールの洗顔料、こちらで箱根でメイク落としていこうかなと。あ、楽しみだな、温泉、温泉大好き、温泉大好きだ。あとねスキンケア系もこういうちっちゃいジップロックに入れてるんですけど、ミニサイズ、あ、これもそうだ、この去年のクリスマスコフレに入っていたエスティローダーのマイクロエッセンスローション、すごくひたひたっとした保湿力がある化粧水なんですけど、これとアドバンスナイトリペア、これねお高いんですけどその分の効果が返ってくる美容液なんですよ。なんか漏れても大丈夫なようにこんな風にジップロックに入れてきます。コンタクトも持った、コンタクトケース、なんかちなみに私コンタクトどれ使ってるんですかってご質問いただくんですけど、裸眼なんです。私いつも全部の動画裸眼です。旅行中のミニバッグは最近コーディネート動画でもよく出てきてるんですけど、ヴィンテージショップ代官山にあるカーブーツっていうお店で購入したこちらのチェーンバッグをつけていこうかなと思います。なんかこういう1泊2日の旅行の時はこういうちっちゃめなチェーンバッグとかにお財布とか入れてすぐ出せるようにして、もう一個こういう大きめのトートバッグを持つことが私は多いですね。あー、温泉楽しみ。てかね、星野リゾートはやっぱ憧れだったので嬉しい、大人の特権だ。大人の特権だ。はい、香水、香水を持っていきたい。旅行なので気分を変えてロールオンタイプの、これ買ってからね
眠ってるんですよ。クリニークのハッピーという、買ってまだ全然使ってないんです。こちら、これはね、昔母が使ってて好きな香りなんですけど、私が好きな理由がありまして、あのね、私が本当に、あ、部屋にグッズなかった、あの本当に大好きなキューティーブロンドって映画があって、その主人公のエルがこのクリニークのハッピーを使ってるの、香水として。やっぱいい匂いだ。あの本当にハッピーな匂いなの。なんかプラスのオーラしか感じない香り。これ今回の旅のお供にしようっと。いい香り、いい香りだな。はい、これもポンと入れていこうと思います。おったー。そんなわけで箱根に行ってきまーす。お待たせいたしました。こちらが小田原産のみかん 100% 使ったジュースでございます。どうぞ。失礼いたします。今回は友人のはるちゃんとの女子旅二人旅行です。ついて早速、8月31日までなんとサービスで提供されているご当地のかき氷、箱根はあじさいかき氷をいただくことができました。そして早速お部屋へ。こちらのお部屋、旅館にはちょっと珍しいリビング付きなのです。素敵な部屋だ。素敵。はるちゃん映っても大丈夫？全然大丈夫。はるちゃんです。はるちゃんと一緒にやってきました。お邪魔します。お邪魔します。綺麗ねー。かわいい。今回泊まったお部屋はなんと7万近くするんですけれども、今買い旅 20S という20代限定でなんとご飯付きで1万9000円で泊まれるプランがあるんです。ちょっとお宅の、お宅じゃないお得な情報でした。ここのお部屋はですね、寄木細工がテーマになっているみたいで、こんな風に滞在中に使える寄木アイテムグッズが並んでます。お夕食の前に箱根の自然をたっぷり拝みながらの温泉タイム、非常に癒される空間でございました。そして楽しみにしていた夜ご飯の時間、もうさすがは星野リゾートです。もう本当にもうどれも美味しくて、旬の食材を生かした素敵な懐石料理をいただきました。ここ本当家族でも来たいし、もうカップルでも絶対素敵だし、ご夫婦でも素敵だし、本当あの思い出になる旅行ができると思います。もうご飯が美味しいだけでまた来たいよね。はい、かわいい。デザートまでしっかり堪能し、憧れの星野リゾート界箱根、大満足の旅となりました。朝風呂も気持ちよかったな。香水まで入れる余裕を醸し出して、まだ10時53分、イエーイ。うん、家出るまで、まあ、あと10分ですかね。すぐ出ようね。はい、この動画を楽しんでいただいた方は高評価ボタンとぜひチャンネル登録お願いします。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーこと石井亜美でした。やらねば。